カオです。ちゃんです。カオちゃんです。はい、はい、今日はですね、はい、アフタヌーンティーツアーの、前回は、リツカールトンだったんですけど、はい、今回第ボリューム2ということで、2今回はこちらマンダリンオリエンタルクアラルンプールに来ております。はい、このようなマンダリンは香港の系列のホテルグループですね。まあ、東京にも多分あると思うんですけども、世界各都市、あのヨーロッパであるとかアジアであるとか香港、中国いろいろありますね、はい、で今回はなんとそこのロビーラウンジにいて、アフタヌーンティーですね、うん、をお召し上がりいただきたいなということで食べていきたいと思います。前ね、東京のマンダリンでもアフタヌーンティーしたので、東京の方気になる方は、また違う方の動画を見てみてください。はい、そうですね。それでは、早速ホテルの中をエントランスを見ながら、はい、まだちょっと時間がね、2時半から予約なんでちょっとあと20分ぐらいあるんですけども、はい、いろいろと中の動画を撮りながらですねお伝えしていけばと思いますので、よろしくお願いします。では、レッツゴー。はこんな感じです。すごっ。入り口はこんな感じになっております。なんかちょっとよくわからない感じですね。ここがロビーじゃないかな。ロビーですよね。入ってすぐになんかこういうね、チャイニーズのこういうのがあったり、お店が立ち並んでますね。ここはすごい素敵じゃないですか。ここかな、アフタヌーンティー会場は。すごいですね、これ。はい、今日はですね、食べる予定なのはこちら、ザ・オリエンタル・アフタヌーンティー。1月の6日から2月28日までの期間限定ですね。なんかこういうのとかね、はい、あれ、こういうのがちょっとチャイニーズっぽいですよね。もし呼ばれました。あー、すごい。私たちの席はここみたいです。 Thank you。 はい、ではお席着きました。この
ザ・オリエンタル・アフタヌーンティー、さっき説明していたものですね。これを頼みました。どんなものが来るのか楽しみです。じゃあ今日はね、お腹空いてるんだよね。そうそうそう、午前中は筋トレとちょっと商談があったので、はいはい、Zoom でミーティングをして仕事もしてってね、終わって、うん、お腹空かして来ました、うん、ちょうどね、予約したのが昨日の夜、今日の朝昨日の夜に訪ねて、今日の朝に訪ねました、うん、だったんですけど、はい、この時間がちょうど空いてたっていう感じだね。2時から2時から2時からやけど、2時から6時までで、うん、片付けの時間とかいるみたいで、2時半からみたいな感じですね、うん、で予約取るときなんですけど、はい、英語が苦手と、うんうん、電話が無理やという方は、ホームページ見ていただいたら直接 E メールのアドレスがあるんで、そこの E メールのアドレスで Google で日本語訳から英語訳に変更して送ってください。そうするとレスポンスが来るんで、はい、多分その方が確実だと思います。はい、そんな感じですかね。はい、一回私がね、あの違うホテルの時に、あの英語挑戦するわって言って電話したら、切られた。何喋ってるか分からんかったか分かんないですけど、切られてしまうという悲劇がありましたので、 E メールでね、そうですそうです、送ってもらったらいいと思います。はい、はい、届きました、到着です。20分待ちましたけど、これはちょっとすごいですね、カオルさん、ね、なんかこの間、前回の分見ていただいたら分かると思うんですけど、ちょうど、どこだったっけ、リッツカールトか、 Thank you so much、 そうそう、リッツカールトに食べに行った時と、なんかまた雰囲気がね、全然違うね。そうそう、すごいですね。ちなみにですね、下からこれはサーモンのサンドイッチかな、でキュウリと、奥がちょっと分かんないですけど、ポテトとエビかもしれないですね。下がスコーンです。ジャムが、バターとジャムが、いちごとオレンジとバターで、これがプティフールですね。これがね、前回とは全然日付も酔わず、なんと合計でプティフールだけ7種類あるという、これは素敵な、これはすごいですね。ぜひともちょっと味わっていきたいかなというふうに思います。カロ、何飲んでるんですか？私はオリジナルティーを注文しました、はい、あったかいやつ、はい、なるほど。僕はね、普通にアイスコーヒーなんですけど、マドラーはね、でもマンダリンのマドラーがちょっと洒落てますね、はい、一応ここは2時から6時までみたいで、2時から6時で閉店するみたいなんですけど、まあでも今はね、時間的に3時前なんですけど、そんなに混んでないですね、はい、ちょっと楽しみたいというふうに思います。じゃあね、ではいただきます。僕はスコーンから食べたかな。どこの国行ってもあれですね、アフタヌーンティーってなんか需要があるのか、多いですね、ほんまに人が。うん、こっちのスコーンってなんかそんな重くないよな、日本みたいに。全然食べやすい。じゃあカオはこのサンドイッチ、おー、これは上に何が乗ってる、エビかな、エビが乗ってんのかな、うん、エビですね。いただきます。うん、うん、どれどれ、なんか初めての味、おいしい、スパイシーで、うん、見てください、これはうさぎちゃんです。食べるのがもったいないくらい可愛いです、うん、
じゃあスコーン食べてるんですね。はい、ノーマルのスコーンですね。大体スコーンでその店の美味しさが決まる。おお、どうですか。いや、これは普通に美味しいです。重くないですね。おお、じゃあ次サンドイッチも行ってみてください。はい、これはスモークサーモンのサンドイッチかな。スモークサーモン、上に何が乗ってるんですか。これ何なんですかね。ちょっと食べてみましょうか。あ、辛っ。あの、めっちゃ辛い。あのね、あれです、食べるラー油みたいな感じです。へえ。ちょっとね、あのエビが入ってますね。桜エビかなんかをいぶしたやつが入ってるんじゃない。うん、ちょっと癖になるやつです。うん、まあ中は別に何も入ってない。中はまだ何も入ってないですね。普通のサーモンとなんかこうラー油に、その食べるラー油みたいなベースのやつがちょっとピリ辛なんですけど、でも非常に美味しい。はい、では今日は2個目のサンドイッチに行きたいと思います。なんかこれもね、エビかな、なんかフライしたエビポテトみたいなのが上に乗ってます。なんて言ったらいいんだろう。ちょっとなんか甘い感じもあるんで、ココナッツ風味なのかな。なんかね、スパイシーではないけど、ちょっとココナッツっぽい味がして、なんかアジア独特な味がする気がします。僕は逆にキューカンバー、キュウリですね。キュウリとディルとゴマが入ってる。お、なんか演奏始まった。食べたいな。うん、ちょっとサワークリームも和えたものみたいな。こっちのサンドイッチってなんかドライですよね。ドライ。特になんかこう食パンが結構ドライ。好みありますよね。だいぶ。日本みたいにちょっとウェッティーではない。また演奏が始まりました。前回はね、あのハープ。リツの時ハープだったんですけど。ハープ。今回はなんかピアノの生演奏を聴きながらのものです。ではスイーツのところ行きたいと思います。はい、これはなんかオレンジの、なんでしょう、ムースなんですかね。お、おいしい。中にね、マンダリンオレンジですね。ちょっと果汁が入っている、ちょっと周りにこう、なんていうんですか、パンナコッタみたいなプリンのように。あ、うん、非常においしい。うん、前回と全く違いますね。お菓子のクオリティが高い。全部で、小菓子で 1,2,3,4,5,6,7 種類ですかね。7種類とサンドイッチが4つと4種類と スコーンが2種類あります。はい、ではデザート行きたいと思います。こんなね、服って書いてあるやつです。こっちはね、今チャイニーズニューイヤーがちょうど終わったところ、まあ日本でいう1月3日とか4日くらいの雰囲気なんですかね。なのでね、至るところでね、このお祝いをめちゃくちゃしてるんですよ。なのでアフタヌーンティーもなんかこういう服っていう感じのちょっとお祝いムードになっております。下もね、
食べれます。マカロンです。マカロンは普通に美味しいです。結構ねボリュームがあるので全部食べたら本当にお腹いっぱいになると思います。そうそう、ゆっくりね食べたいと思います。はい、では続きましてこちらチョコレートのムースかな、試食します。うわ食えた。いや、これは美味しい。美味しい。うん、ほんのりキャラメル。うん、めっちゃ甘そうやけど、そんなこともない。めっちゃ甘いんですけど非常に食べやすいです。いや、こんだけ種類があってなんやろう、楽しめるのやっぱ嬉しいですよね。なんかこう柑橘系があれば、何チョコレートもあれば、ムース系もあればフルーツ系もあるっていうので、アフタヌーンティーといえば非常に楽しめるんじゃないかなと思います。これでね、ドリンクがフリーフローやったら嬉しいよね。うん、そうそうそう、一応ホットのコーヒーか紅茶を一つずつ、一つずつとか一人一杯選べるっていう感じで、買うはこの紅茶、オリジナルのブレンドっていうのを頼んで、ちゃんはアイスコーヒーにしたんですけど、前のリッツカールトンで飲んだ時はここにねお湯をなんかこうつい出してくれたんですよ。なので、まあ、ポットなんですけどなんか何杯も飲めるみたいな感じはあったんで嬉しいんです。多分ここはそういうのはないのかなと思うので、アフタヌーンティーのこのセットとあとドリンク一杯っていう感じなんで、で確かにそのドリンクがこれでおかわりができたりとかしたらより最高かなって気はします。それとあともう一つ、僕ら最近こっちに住んで気づいたんですけど、なんかレストランがあるあるで、よくおしぼりあるんですけど、おしぼりって実はおしぼり使用料としてなんかレシートに実は書いてあるところは現地の人に言われてちょっと分かって、引かれる可能性もあるので、必ずレシートで見た時におしぼりを使ってなかったらレジの時に使ってないとアピールしてください。使ってると思っておしぼり代をなんか1リンギット 0.5 リンギットぐらい引かれる可能性があるってことを僕ら初めてそれ知ったんで、でカオルさんもウェットディッシュ持ってるんですけど、これがね常備必須です。そう、これは現地のすごいよくしてくれる人がいるんですけどね、こういうのは絶対にマストで持っとかないといけないよって言われて、これは3個セットのものがあって、ドラッグストアでウェットティッシュをもう急いで買って、おしぼりが置いてあったらこういうので使ったりとかもするんですけど、そもそもおしぼりっていうものが準備されてないところも結構多いんですよ。でここはホテルだしそこまで気にならないんですけど、なんかこうお店の人とかが拭いてくれた後とかでも なんかいつから使ってる雑巾っていうようなもので拭かれたりとかもするんですよね。で結構私そういうの気になってしまうんで、やっぱりなんかこう 座る前にちょっとウェットティッシュでテーブル拭いたりとか、手ももちろん拭いたりとか、なんか日本よりもこういうちょっとなんて言うんだろう、なんかこう衛生面的なもの、あとアルコールのスプレーだったりとかアルコールのジェルとかはもう常にバッグの中に入れてるんで、なんかこうもともと日本でも持ってたんですけど使わないことも結構多かったんですよね。あんまり気にならないし持ってるけど準備が出番がないっていうことがあったんですけど、こういうものはね本当にマストで絶対持ってた方がいいですよ。なんか手が汚れた時ももちろんなんですけど、このちょっとテーブルの感じとか、私なんかすごい潔癖とかではないんですけど、なんかちょっと気になるなと思うんで、こういうものはね持ってるといいと思いますよ。皆さんおすすめです。では缶はこの
かわいいかわいいうさぎちゃんをいただきたいと思います、はい、見てくださいこのうさぎちゃん、うん、どりゃーうわーなんかこう動いてる感じリアルうわーあでもこれなんかカスタードクリームみたいになってるあこんにちはなんか多分雰囲気餅ですねこれはこの感じ餅な感じがします実食頭からいってやります実食ですもちでした、うん、結局ムースムースてんてんてんもちではなくてなんか カスタードクリームみたいなの塊、シュークリームではないシュークリームではないすごい甘いうさぎでした、うん、マシュマロでもないマシュマロでもないカスタードクリームの周りにちょっと粉が振られてなんかデコレーションされてるって感じで中に多分イチゴのジェリーみたいなのが多分入っててほう甘いカスタードの中にイチゴジェリーが入ってるって感じでしたなるほどはい続きましてこれなんかメロンちいちゃんがなんかこうメロンパンみたいな抹茶What is this? Cream puff. Green puff? Cream puff. Cream puff. Cream puff. Ah, yeah, yeah. Green tea, green puff. Green tea のクリームパンみたいです。うん、ほんのりグリーンティー。うん。あと、今ですね、缶のこの紅茶もうなかったんですけど、お茶をね、入れてくれましたやっぱりね、あったかいお茶はね、お湯を継ぎ足してくれるみたいですねこれは、どこだったっけリッツカールトンと同じですねチャーハンないです、冷たいのはないですからねトレットコーヒーなのでないですこれはね、お湯を入れるだけで何回も飲めるという感じですはい、私たちはアフタヌーンティーを食べ終わり、ちょっと今から中庭ガーデンに行きたいと思います。あ、ここはなんかとつながってるのかな？あ、すごーい！大きい噴水がある。スーリア。KLCC というところとつながってるというか横になるみたいなさ横にこういうファッションモールがありますねおおそしてここがガーデンになりますすごーいこれこないだ来たとこ子供連れがすごい多いですねマレーシアはね、結構ね、なんか子供がたくさんいる気がしますね。日本よりも。子連れの人がすっごく多いイメージがあります。わー、見てくださーい。すごい、気持ちいい。人が、すごい、こんなに人がいる。ほんとだ、すごいジャングルみたいな森林が。ここにね、伊勢丹が入ってるみたいですね、ちょうどコールドストレージっていうスーパーマーケットがありますおお。目の前はなんとすごい、まあ、いや、本当にジャングルやね、これすごいですみんな、なんかこんなに人、前来た時でこんな人いなかったんですけど、ものすごい人がいっぱいいますね。すごーい。こんな感じです。今日はすごい晴れてるって感じでもないんですけどね。ちょうど気候も良くって、まあ多分お休み中っていうのもあるのかなと思うんですけど。ちょうどね、マンダリンがこの後ろですね。これが、
マンダリンのホテルになります。僕らここから出てきたんでぐるっとこう回ってさっきのロビーのカフェがそうだ。あ、そうだそうだ、そこだね。そこに多分今改装してるんですけど、テラス席があるんだ。ちょっと今 見えそうなんです、ね、そう、ちょうど私の後ろのところで改装工事をねしてたんで、あそこですね。できたもん。はい、ちょうど後ろにあるツインタワー、目の前。ダダーン、これがツインタワーになります。この横がマンダリンですね。非常にわかりやすい。はい、こういう。はい、はい、ではアフタヌーンティー食べ終わりました。ちょうど後ろがツインタワー見えてます。結構良かったよね。そうですね、マンダリンね。はい、カオルさんは残しました。甘くて食べられないって言ったんで、まあ何でしょう、その甘いって言ってもこう耐えられない甘さなんで、もう砂糖がいっぱいという自然な甘みじゃなくて合成的な甘みが結構あったんで、まあ本当に注文される方は、まあ、ホットの紅茶やコーヒーを飲んでいただいた方がいいというふうに思います。ホットの、ね、ドリンクはお湯を継ぎ足してくれるんで、なんだろう、おかわりというか同じ種類のお茶にはなるんですけど何回かくれるの で、はい、で結構ね、ゆっくりできる空間になるんですよ。そうですよね。そう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 、一応営業が2時から6時までなんで、アフタヌーンティー僕らも2時間半ぐらいで結構ゆっくりできましたね。そうでね、3段くらいあるアフタヌーンティーの一番下がそのご飯系というか甘くないもののサンドイッチとかが入ってるんですけど、はい、やっぱね結構ねこっちの味付けのテイストな気がして、美味しくないことはないんですけど結構独特な味なのかなっていう、はい、日本でもアフタヌーンティーよく行ってたんですけど、やっぱ日本の雰囲気とはちょっと違う味付けで、なんか上にフライのエビが乗ってったりとか、ちょっとスパイシーだったりとか、やっぱなんか若干こっちのテイストですね。はい、事前にその苦手な食材があるんであれば、ホームページとかに、PDF で、メニューが貼り付けてありましたので、まあ、見ていただいて、ちょっと私苦手かなと思ってるものは事前にチェックしていただいた方がよりよく楽しめると思いますので、うん、ぜひチェックしてみてください。はい、結構 ね雰囲気も良かったので、はい、ぜひおすすめです。で、あ、重要なね値段をちょっと発表したいと思います。はい、以前の186リンギットで、今回はチャカチャカ398リンギットということで、だいたい2人で12,000円ぐらい、やっぱ1人6,000円くらいですね。3つの2倍ですそう、けどやっぱね内容は違いますし、はい、でもリッツでも全然十分、あのホテルの雰囲気もすごいいいし、はい、けどやっぱ内容的にはこっちの方がいいのかなと思うので、はい、まあ結構しっかりと食べたいなっていう方とかはこっちでも、でもカジュアルがいいっていう方とかはリッツとかもおすすめかなと思います。ぜひともまた、来週いろいろ とマレーシアの現地人しかわからないいいところをレビューしたいと思いますので、ぜひよろしければ、チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。では来週もお楽しみにしててね。バイバーイ。